エンゲルホルムは、スウェーデンのスコーネ県、エンゲルホルム自治体を構成する一地域。2005年の時点で22,532人が、暮らす。格好を模した、粘土作りのオカリナで知られるが、伝統はすっかり捨てで、現在その粘土オカリナを作れるのは、ソフィア・ニルソンただ一人になってしまった。観光も主要産業の一つで、とりわけ市街のすぐ近くに6キロメートルにわたり広がる、砂浜は、 人気がある。カテガット海峡から吹く風が、セーリング、サーフィン、ウィンドサーフィンの愛好からを引きつける。域内に本社を置くアイスクリームメーカー、エンゲルホルムスグラスは、年間120万リットルものアイスクリームを生産する。UFO の聖地がある。古くはリネスタードという開拓地で、1600年頃の文献にその名が見られる。 新しい都市は1516年にデンマーク王クリスチャン2世から設立特許状を得た。その後しばらく小さな町でしかなく、1658年のロスキレ条約によりスカニア地方の一部としてスウェーデンに割譲された。19世紀に工業化により発展し、1883年まで守備隊が駐屯していた。また、 1941年から2002年の間も空軍基地が置かれた。スーパーカーメーカー、ケーニングセグは F10 エンゲルホルム空軍基地跡に拠点を設けている。ありがとうございます。